坂本浩二は選手全員の気持ちをこう語りました。国立へ行きたい、それまで自分の思いを口にしたことがなかった桐光学園中村俊輔が1月1日初めてチームメートの前で言いました。今それぞれの思いを胸に国立の舞台で80分間の戦いがスタートします。第75回全国高校サッカー選手権大会準決勝第1試合は前回優勝の静岡学園高校と神奈川県代表桐光学園高校の対戦です。放送 29% 乾いた青空が広まっています国立競技場です。主審太田さんの長い笛、試合が始まりました。右にエンドを取りました静岡代表静岡学園高校、そして左にエンドを取りました水色の神奈川代表桐光学園。立ち上がりまもなく3分が経過する時勢です。ディフェンダーは3人、2番の市川ってシュートを決めるのか注目なんですが、そうですね、さあまた投稿の攻撃だ。10番の中村俊輔、さあ1人抜いた、中村俊輔中に入れるか、中村俊輔まだボールをキープしている、クロスボールが上がった、ヘッドでクリアしました。静岡学園県勢22年ぶりのベスト4進出を果たしました桐光学園のスターティングメンバーです。ご覧の通り、さあ20番の小笹が、さあこれはクロスボールを入れられそうだ、中に切れ込んでいった小笹、まだボールを持っている、折り返して、さあシュート打てるか、中村俊輔シュート、あった、悪い、大きなチャンスがありました桐光学園、中村のシュート、そして最後は小笹が合わせていったんですが、そうですね、はい、その前の小笹君がね、すごくいいプレーしましたよね。そうですね、もうそのままシュート打ってもいいんじゃないかという感じでしたけどね、はい、そして折り返して中村俊輔、もうこれオフサイドじゃないんですよね。そして中盤を厚くします攻撃的な両チーム、静岡学園の井田監督、そしてクロスボールを上げた、胸で落としてシュートを打てるか、シュートどうか、ボールを取ったのは静岡学園6番の内藤です。さあずっと9番の坂本が走っていきます、その坂本裏へボールを出した、さあ坂本のパスが通った、さあノーマークになった坂本、シュートを打てるか、シュート、あっと外れた、頭を抱える坂本、そして9番の安藤と前線にいます。今度はカーブがかかった、キーパー南取りました、9番の安藤ここでスピードを止めます。10番の中村俊輔、さあ中村俊輔ボールを取った、外に出した18番津山、さあ津山が中に入れるぞ、9番安藤ゴールキーパー丈夫ですという自信のコメントなんです。インターセプトされそうだ、静岡学園ボールを取りました、7番の石田スッとドリブルで上がっていきます、真ん中9番の坂本がいます、坂本動いているが石田まだボールをキープしている、まだボールをキープしている石田、さあシュート出るか、シュート、うわー、シュート4点取っている安藤、中に入れました、グラウンダーのボール、さあシュートか、シュート、さあまだ生きている、さあ中村俊輔、中村俊輔シュートを打つ、懸命にディフェンダークリアしました、この前に行ったらちょっと目離せませんよね、はい、村山さん、はい、桐光のエース中村俊輔ですが、準決勝についても国立でプレーすることについてもどう聞いても普通です、この一言しか返ってきません、はい、全く淡々としております、ただね、準々決勝の時より、ね、表情が明るいです、それだけ体調が良くなっている、そんな気がします。さあ遠目からシュートですね、はい、さあ今度は桐光学園だ、ボールをはたいた14番のウルノ、さあウルノシュートを打てるか、ウルノ中に切り込んでいく、さあウルノあっと倒れた、シュート、さあまだボールは生きているが懸命、安藤前を向いたシュート、ディフェンダーに当たった、もう一度打てるシュート、うわーっと抜けていった、6番の森住、安藤が打ちました、ディフェンダーに当たって跳ね返ってくるところ、うわー、わずかですね、気がしました、さあボールを出した、ボールを持っているのは中村俊輔だ、中村俊輔ボールをはたいた、9番の安藤20番の小笹がこちらで手を挙げているが、このボールはちょっと長い、入れました、その渡辺誠、胸で落とした中村俊輔、一人かわした、中村俊輔前に出る、叩いた、そして今度は手前から森住、そして14番のウルノがオーバー、ずっと上がっていきます、10番の中村が、さあ一人かわして中に手込んでいく、縦に出した9番の安藤か、しかし静岡学園坂本、そして鈴木亮、前を向いた鈴木亮、叩いた、渡辺誠シュートを打てるか、シュート、長い笛、前半終了、奥寺さん、はい、前半は静岡学園がシュート5本、はい、そして桐光学園が7本という手元の集計でした、うん、それも本当にこう決定的な予想な、ね、シュートでしたよね、はい、桐光学園は2回戦初芝橋本高校、去年のベスト4を破って波に乗りました、準々決勝は浦和市立を1対0で破って準決勝進出、
神奈川県勢22年ぶりのベスト4です。対する静岡学園、今緑のユニフォームがグラウンドに姿を現しました。後半立ち上がり1分で3対1になって、そこから逆転したんです。深村俊介、おっとちょっと咳込んでいます。この大会に入ってから風邪をひいて少し熱があったという中村俊介。